になります。いつもご視聴ありがとうございます。今回のゲストはなんとすごくスペシャリティあふれてます、大川博明さんと松代大輔くんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。イエーイなんかスーツでバッシリ決めてこられましたけど、はいはい、僕はちょっとあの劇中のあの金田の衣装ではい、やってました。ありがとうございます。私服に自信がないんでっていうところで、おしゃれですか。おしゃれですか。おしゃれです。ですね、はい、皆様にあの早速なんですけど、はい、オジドルヤクザという映画を監督、脚本、そして、主演、はい、主演という形で大川さんが撮られたので、今実際阿佐ヶ谷でね、そうですね、モーカ、モーカ阿佐ヶ谷で今、公開中です、はい、MORC でモーカ、モーカで阿佐ヶ谷です、はい、3月11日からね、はい、はい、あ、11日から、そうですね、はい、1週間ということで、はい、毎日あの17時半から、はい、やっております。はい、実際上演中ですので、僕は毎日います。まあ、ちょっと明日行くということですね。そうですね、12日、13日が舞台挨拶なので、はい、明日舞台挨拶を、はい、一緒にやらせていただきます。これでも配信は今ちょうど12日なので12日、はい、今日いるってことですか。今日、今喋ってます。あ、そっかすごいリアルタイムで、はい、なんで僕は大阪にいると思います。あ、そっか、大阪でもちょっと上映してますので。あ、大阪ね、はい、同時期に大阪ですか。そうですね、あの7芸で大体の第7芸術劇場で12日からまたあちらもやっております。はい、はい、あの吉祥寺であの上映されてる時、私見させていただきまして、アプリング来ていただいて、いやあのね、大川さん、私あの実は2021年の下半期ですかね、あれはちょうど撮影でね、寒い時ですね、寒い時にね、めっちゃ冬にあの私がキャスティングさせていただいたウェブ CM のドラマにオーディションでもうぐんぐんぐんと勝ち抜いて、はいはい、メインキャストで出ていただきね、一応ガチオーディションで、ガチオーディションでで出ていただいたっていう流れもあって、 でもそうやって辿っていくと、実は5年前にね、はいはいはい、別の映画の作品でも、うん、そうです、あのちょっと完成しなかったんですが、ま、ね、実は北海道で撮影した時にご一緒してて、ね、初めましてでしたもんね。そう、オーディション会場この前行って、あれ、俺マクさんだと思っていや、そんな流れの中、そのお母さんが、私なんかやっぱ、はいはい、アーティストさんっていうイメージが強かったんですね、あの歌い手さんっていうことで、はいはい、なんですけど、なんか俳優さんもやられて、監督もやって、脚本もやってっていう作品だったのでいや、ぜひ見に行きたいと思って、実はこの間見に行かせていただいて、いや、素晴らしいです、本当に。あの無駄なところがどこもないし、伏線が伏線って感じられないように散りばめられてるし知らない間にその伏線が回収されてるのが、はい、いや、なんか素晴らしかったです。え、予算ってそんな、なあれですよね、いきなり予算ってやだましい、まあ、リアルな金額は言うと微妙、言わない方がいいと思いますけど、はい、非常に多分ちょっと少ない。で、なんかそんな、なんかこう話をちらっと、まあ、自主映画っていう形で、自主映画、そうですね、もう本当にスタッフの5人しかいない、どこですよね、うん、スタッフ あの福田さんっていうカメラマンの方も私、はいはい、知り合いだったので、そうですね、まあ、北海道も一緒でしたし、ね、そうなんです。だからあ、でも仲いいんですよ、なんか仲いいんです、家近くて家族ぐるみで仲いいみたいな、家族ぐるみで仲いいんですか、はい、ホームパーティーを呼び合うみたいなそこまで、はい、そうです、そうです。なんで、あの、まあ、スタッフもね、結構少人数で限られた中でやったっていう話は聞いてたんですけど、そんなことすっかり感じさせないぐらい、そうこだわり、美術とか衣装とか、はいはいはい、まあ、あとメイク、特殊メイクも喧嘩のシーンとかあるとか、なんか素晴らしいなと思いました、自主映画での完成度が。そうですね、あのやっぱりあの予算が限られてるんで、そこで差が出ちゃうのって、やっぱりロケ地をどうしてもみんなおざなりにしてしまうというところがあって、そこをちょっと避けたいなと思って、結構1月1人でこうじっくり探して、こうロケも。あ、そうだったんだね。場所も全部そうです。そこもやっぱその友達家だったりもしたりとか、あ、まあ、だからまあ予算がこれしかないんで、ちょっとこれぐらいでお願いしますみたいな感じで、あの値段も抑えてってみたいな。お母さんの交友関係があるから成り立ったロケ地でもあるってことですね。まあ、そうですね。はい、まあ、一応あのそうですね、音楽業界長いんで、一応ちょっと顔だけは広いとは言ってますけど。だからそんななんか萎縮してもう堂々と言ってたよね。え、でも本当にあのどうでした
した松代くんから見て、まあ監督を現場でやられてて、でもご自身で、はい、主演だからずっと出ずっぱりじゃないですか、まあそうですね、で共演してるシーンも何個もあるじゃないですか、はい、どうでした？なんかずっとバタバタしてるイメージがしてそりゃそうだね、それはそうだあっち行ってこっち行ってみたいな、まあ、準備もしてるからね、そうものの準備をしたり配置の説明だったりとかしてで、なんか後から聞いたらその全部要は曲もそうだし、うん、台本も自分でだし、うん、まあ、演出もそうだし、ロケ地もさっき言ってた通りそうだし、その衣装をどうするかとかも、うん、全部一人でやってたっておっしゃってたんで、うん、すごい手際のいい人だなと思って、いや地図も書いてました、そう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 、毎日の地図とかもね、全部そういう、はい、あ、ロケ地の地図、行きやすい地図みたいな、良心的ですね、良心的というかやらざるを得なかった人いないんで、いやでも自主映画そこをおざなりにする作品結構ありますよ何時にここ来てみたいな感じで、もうマップ共有どこ行っていいかわかんないみたいなね、でもキャストさんにも失礼がないようにいろいろと気は、まあちょっとやっぱあの予算の関係でね、待合、待つとか車になっちゃったりとかはありましたけど、まあ、できる限りちょっとちゃんとしようと頑張りましたけどね、一応、あの脚本ご自身で書かれたじゃないですか、はいはい、で撮影素材、あの素材ってまあね撮影撮っていく中で、うんうん、自分が書いた脚本通りにこう並べていったんですか、それとも編集撮ってみた後に、まあ、回想が入るシーンとか、まあすごく印象的な、ね、こういうシーンあるじゃないですか、うん、お母さんのね、うん、笑い声みたいなね、そうですね、あんま言い過ぎるとネタバレなんですけど、まあ、潔癖症でしたからね、そうそうそう、はいはい、なんかそこの入れていく描写のバランスって自分が最初に構成立てた通りだったのかなっていうのは気になりました。なるほど、あのほとんど本当に脚本通りです、うん、あの多分読んだ通りでね、そうですね、もうほぼほぼそうです、それここに合わせてロケ地も全部イメージ、逆どっか変えた場所とかってあるんですかほぼだからほぼないと、ないですよね、ほぼない、多分みんな読んだ通りだと、はい、だから、うん、ただなんか唯一そのタイトルが変わったぐらい、ええおじのるヤクザじゃないんですかこれそう初期タイトルは実は違うんですよこれ、そうなんですね、はい、あのそうですね、本当はみかんって言うタイプ、ちょっと待って、そんな爆笑するんですよ、いや、衝撃だよね、いや、これだけどここで言うの多分初めてじゃない、いや、そんなことない、舞台挨拶ではちょっと言ってましたかもしれないけど、はい、そうそう、そうなんですよ、衝撃なんですけど、みかんの前もう一個ありましたよね、みかんの前は、多分ね、なんだっけ、おっさん、あ、違う、そう、おっさん、おっさんアイドルと哀れなヤクザ、哀れなヤクザ、そうそうそう、あー、なんかでも、一番しっくりきません、このおじどるヤクザですよね、やっぱおじどるヤクザしっくりきます、まあな、はい、まあこれ聞き慣れたっていうのもあるっていうのは、いや、でもなんかインパクトあるし、すげえ、V シネダセーとか言われたこともなんかなんだろう、え、マジっすよ、いやいやいや、V シネみたいに、いいんですよ、いいんですよ、V シネがあるじゃないですか、なんで言い方が悪いです、そういうことで、大川さんは多分一番しっくりきてなかったですよね、これあの候補の中で、うん、まあそうかな、なんか、うん、あのそのタイトル変えた方がいいんじゃないか説みたいなのが出た時に、うんうん、あの青木健くんって出てるんですけど、うんうんうん、健くんがなんかポロッと言ダンサーのね、そうです、うん、ポロッと言ったんですよ、うん、オジドルヤクザ良くないみたいな感じになって、で僕はもうめっちゃいいと思って、うん、え、大川さん絶対それ絶対それって言ったらそうかなって俺そのまま何個か出してて、まあオジドル、俺は初めだからオジドルとかは自分で考えてきたんだけど、うん、オジドルとヤクザとかにしてるんだけど、うん、若いチームがともいらないっていう確かにそうそう、それでまあじゃあ、まあ、点にしようかなみたいな、はい、またなんかそんなんで、そうそう、だから本当はもうみかんで印刷しちゃったんだな、そうなんですよ、チラシ、チラシだって製本されてる台本、台本はみかんで、そう、表紙オレンジ色でみかんって書いてあるやつが、うわ、レアじゃないですか、それめっちゃレアだ、それはそれで、あるけどこっちがないということです、ね、なんかじゃあツイッターとかでぜひあのこの公式のね、ところで台本の写真とか、そう、あと俺が作ったパンフレットもある、お、いいパンフレットっていうか、ポスターもね、ああの、あれね、声、はいはいはい、そうですね、そうですね、とかもあって、あるっすね、まあ、これからまあ小出しにまだね、なんか上映とかいろいろ続くんで、そういうネタも小出しに出していこうかな、面白い、え、なんかそういう撮影現場中の、まあなんか松代くんはね、あの実は私別件の作品でもね、一緒に動いてたりするんで、はいはい、話はよくおじどるヤクザの話聞いてたりして、はい、撮影中、あ、そうですね、撮影中アクションシーンいっぱいあるじゃないですか、まあ、アクションっていうか喧嘩、うん、まあそうですね、一応ヤクザなんでそう、あそこってどうやって撮ったのって言ったら、意外とその最初撮ろうと思ってた、あの
物量よりも手数が増えて、うん、あのすごく撮影中もそうそうそう、そこに臨機応変に俳優たち対応して撮ったんだとかっていうのは聞いてたんですよ、はい。まあ、そこは本当はあの最後の方に一番大きいあの乱闘シーンがあって、はい、それ以外はまあそもそも決めてたやつをこうその場で2人で打ち合わせでやったりはするんですけど、うん、そこはもっと僕はもうちょっとそんなに時間かけるつもりなくても、うん、バットで後ろから全員一発ずつで殴り倒していくような、うん、あのこう進んでいく形でやっちゃおうと思ったんだけど、まあ、あの福田君がね、うん、あのいやもうこういうシーンはもうじっくり乱闘してがっちりやりましょうよって言い出して時間ねえんだけどなと思ったんだけどじゃじゃあやるかみたいな感じで、まあ一人格闘技やってるやつとかも混じってて、花海君とか格闘技とかもやってて、まあ僕もキックボクシングやってたんで、うん、まああのその場で何だろう30分ぐらいはかかったかな、かかった30分ぐらい、うん、まあいわゆるまあその動き、うん、一発でいけるように、うん、そこそこの長さのワンカットですもんね。ワンカットで、まああの編集ではあれですけど、まあその一通りの動きを全部できるようにその場で覚えて、うん、であの何回か回すっていう形にしたんで、いやあそこねすごかったです、迫力あって、なんかあのアクションっていうか、まあ、喧嘩のシーンって一つこう興ざめする作品とかたまにあるじゃないですか、当たってないみたいなね、そう全然当たってないとか、ね、なんかアクションしてたパンチヘボイとか、ね、そうなんかその殴った人のこのエネルギーと受けた人のエネルギーが違ったりするとそうバランス大事ですからね、受けも大事ですから、そうだから意外にみんな体が動くメンバーだったんで、いや素晴らしかったです、そこも見どころでした。そうそう、思わず俺もねバンってあの金を向けてちょっとね、うん、ペチって当てちゃってね当てちゃってその瞬間にごめんって言っちゃったでそしたらすぐその後に、まあ、金海君にもやられて、うん、ここすげえ腫れましたね。ああ腫れてましたね、確かに。本当に腫れてるんですか？あの映像には映ってないと思うけど、うん、あのなその撮影のすぐ後これぐらい数分後ぐらい顔ねここボーって腫れ、まあ怖い子というか、まあ怖い子、僕もお母さんに当てられてるんです。あリアルにね一発ぐらいちょっと軽かったな、2月はここで掘り下げてるごめんなさ いや全然かすったぐらいだった、はいはい、その辺がねリアリティを、ねはい、ちょっとね感じだから、まあまあまあそこもまあいいところですかね、見どころというか、なんかあのーまあ、私もね去年荒野の果てっていう作品でね、うん、見させていただきましたプロデュースっていう見に来ても、はい、お二人見に来てくださったんですけど、はいはい、すやっぱり大変じゃないですか、作り手側もやって自分も出演っていうところ、うんはいはい、なんか自分も初めて挑戦して思うこともたくさんあったんですけど、うんうんうん、なんでご自身で脚本まで担当して、はいはいまあ、こういう作品を今、はいはい、なんか世に出そうって思ったのかっていうのすごい気になったんです。多分今やってる役者さん結構多いと思う、そういうの多いと思うんですけど、やっぱりあの自分の出るところがあんまり最近なくて、うん、見せ場というか役者としての、うん、もうこのまま待ってても仕方ないなというところもあって、うん、まあもともと昔からちょこちょこそういう制作はしてたんで、うんこの1個前のファミリーファミリーというキャンペーンから、うんはいはい、それも同じスタイルで同じメンバーでほぼ、うんでもうちょっと、まあ、短編なんでいつか出てきたんですけど、今あこれが今 Amazon プライムで、うん、今あの無料で見れるファミリーファミリー検索してもらえると出てくるんで、カタカナではいファミリーファミリーもしくは大川博明でも出てくるんですけど、まあぜひアマプラに見てもらいたいです。それが29分でその映画が、まあ、やっぱそれ出したら、うん結構11個ぐらい映画サイトあの6個賞いただいて、うん、それで長編撮りましょうそこからの流れでしたね。そうですね、もうファミリーファミリーを上映終わ全部作り終わってその後にじゃあ次やろうかあの映画祭も終わった後に次やろうかみたいになってからもう用意してパパッと調理、その時のメンバーがね彦坂さんと泉さんもそうですね、アズポンのお母さん役がそうですね、ファミリーファミリーでは3人家族になってますね、僕が弟でお兄ちゃんでっていうのがファミリーファミリー、面白い、そうですね、そっちもまたちょっとガラッと、うん面白い言われて見られました。僕は見てからあの出させていただいたんで。そうなんだ。そんなあれですよ。あの偉そうになんか見てから決めるとかそういうのじゃなくて。ちょっと今一瞬で感じましたけど。じゃなんか台本出てやるかぐらい。ちょ。ああ面白い。一応台本いただいてであ素敵な作品だなってまず思ったんですよ、うん。もう分かりやすいし。うん、ストレートそうだね。事務所にファミリーファミリーも投げておいて、ね。そう投げてもらったんで。うん、あじゃあ試し そっちもちゃんと見とこうと思って。うんどういうお芝居が好きかとか監督さんによって分かれるんですか、うん、だから見たってことです。あなるほどね、その人との、ね、共通のね、そうです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 。あなんか感想はないの、そうそうなんかそう私も今俺だってお、あ、まあそうか、ここではその喋ってるお母さんにも何回も言ってるんで、うん、もっと感動したし、うん、いい作品だなと思います。
何分なんですか？29分ですね。29分、はい、サクッと見れます。アマプラで。Tokyo Borderless TV.